顔が暗い気がするの。前々から明るい表情などろくに浮かべぬ人間たちであった。しかし多種族のコナタにも丁寧に接してくれる。自分も満足に食べられぬご時世であるというのに、コナタにも人の料理を振る舞ってくれた優しい者たちでの、他者への心遣いが見える顔つきをしておった。今はそれがない。無論だ、いくらこなたとて無銭飲食などはせんぞ。人里では対価を払わねばならぬということは知っておったからな。となったのならばそれでよいか。って話の論点はそこではないであろう。こうして様子を伺っていてもラッチが開かぬ。当事者に事情を聞きに行けばよかろう。こなたが言ってやるわ。ぬしら、何か困りごとでもあったかの？お、エルフさんじゃないか。またお腹空いてるのかい？またタレンニに来てくれたのね。食事どころはそこよ。うむ、では早速。って、こなたは食いしん坊か！こたびの要件はそうではないのだ。むしらが何とも思い詰めているようでの、少し気になった。そっか、心配かけちゃったみたいだな。でもエルフさんに話しても解決はできないことだし。いいから話してみ。力になれることもあるかもしれぬ。うん、それとこの者たちは今こなたが共にいるものでの。話を聞くなら一緒の方が良いかもしれぬ。まあエルフさんの連れなら構わないけれどね。困ってるって言ってもカレンニに住んでない人にはあんまり関係ないわよ。いいからほれ言うてみ。それじゃあ最近ね、鉱石が足りないのよ。カレンニ内で保存されてる分ももう残り少ないわ。かといって新しく調達するには懐が寂しすぎるのよ。最近は値段がものすごく高いのよね。必要な量が調達できないから収入も減っちゃうし。
この国では鉱石はどこで調達するのだ？なぜ最近は値段が高い？なるほど、魔物や賊に襲われる危険もあるからな。ユイドラという町以外で鉱石は取れぬのか？それが実はあるにはあるんだ。でも採掘の時の被害が大きくなりすぎて。被害？何の被害だ？採掘はそれほど危険なのか？それもあるんだけれど、違うんだ。その採掘場所にはね、多くの魔物が住み着いてるんだよ。鉱石を取るにはまずそれをどうにかしないといけないの。そのための傭兵を雇って、その上で採掘して、日にちもかかるし、採掘量だって膨大なわけじゃないわ。とてもじゃないけど儲けなんて出ないのよ。まだユイドラから高いお金を出して買った方がマシね。なに、またここでも魔物か。生存競争というのは逃れられぬ問題だの。我らエルフ族は森の中に居を構え、滅多なことでは居を変えぬ。だが人間族は繁殖力も高く、すぐに新たな里を作るからの。住みかを得ようとする魔物とのいさかいも増えてしまう。その採掘場はどこにある？シセティカ荒野よ。そこに採掘場へ続く道があるけど。エルフさん、まさか。うむ、魔物が問題であるならば追い払ってやろうと思ってな。マルクよ、主は反対か？よし、それでこそこなたが見込んだオノコよ。
皆の者、コナタたちに任せておけ。魔物から土地を取り戻してやろうぞ。大丈夫なのかい？そんなことを頼む義理は。それに報酬だって出せないわ。そんな余裕ないの。いらぬ、こなたを見くびるでない。カレンデに住む主らには親切にしてもらった恩がある。人里での通りが分からず途方に暮れていた時、声をかけてくれたな。嬉しかった。それはエルフさん困ってたし。同じことよ。主らが困っているからこなたが動くであろう。無茶は絶対にしないでね。そうよ、もともとその採掘場がなくても何度かやってたんだから。エルフさんが傷つく方が辛いわ。だから約束して、無事に帰ってくるって。様子を見るだけでも十分だからね。気をつけてね。うわー！撫でるな撫でるな！幼子扱いするでない！まあ心配せず、コナタたちに任せておけ。皆の者、さあ施設化荒野に出陣じゃ。よし、ここから施設化荒野に入る。今回の目的は採掘場。以前に訪れた湖とは違う道のりを行かねばの。うむ、カレンデに住む者に聞いた通りならばその道順だ。しかし荒野、荒野か。あまり馴染みがない場所だな。知らなかった。こなたらエルフ族は緑の少ない地を好まぬ。今回のように特別な用がなければ訪れる理由もないのだ。おるの、ここはもはや魔物の地か。
こでか。現時点ではな、ここの精霊たちとのつながりもないからな。敵対してはおらんのだ。うむ、精霊にとっては人間族も魔物もそう変わらんからな。精霊は自然の力そのものだと話したことはあるな。それは存在としてコナタラとは違うという意味合いになるのだ。生物の枠組みとして人間族や魔物とは全く違う。つまり精霊から見ればコナタラは見た目の違いだけで他はそう変わらない。精霊にとって大事なのは自分の住処を脅かすかどうかでも。それをしないのであればむやみに敵対などせん。うむ、ここは水場確保の争いもないようだしの。土地も広い。他者を追いやらねば自分がやられるということもなさそうだな。互いにあまり干渉しておらぬのかもしれん。もし人間族がこの大地を争うというなら精霊は敵とみなすであろうな。魔物はどうする？住処を追いやられれば激怒するかもしれぬ。人間族に必要な場所だけ魔物がいなくなればよい。そういうことか。うむ、話は分かった。よかろう。交渉してみる価値はある。そのためにもまずは魔物の力をそがねばの。
うむ。そしてコナタも恩がある町の人間のために動くとしよう。では参ろうか。魔物に、精霊に、コナタらの力を見せつけるぞ。始めようぜ。よし。簡単。どうしたらいいかしら。吹くことになるなんて。始めようぜ。よし。簡単。どうしたらいいかしら。吹くことになるなんて。精霊にも当たりがついたぞ。そろそろ話をしてみても良いかもしれぬ。ほれ、そこに土星がいるであろう。精霊は感じ取れぬかもしれんが、存在の強さを感じ取れぬか。うん、そうか。もしかすると警戒しているのかもしれぬな。ま、任せておくがよい。こなたがきちんと交渉するからな。採掘場付近とそこまでの道のりを住処とするそうだ。精霊が住まうとなれば魔物もそうそう近づけぬ。あとは人間族が精霊に害をなさぬと約束してくれれば問題ない。あの者たちの気性が荒いとも思えんが、話すことで滅多なことでは精霊に危害を加えなくなるというのならそうしよう。
未知に対する恐れというのはどんなものにもある。こなたらエルフ族にもな、人間を蔑み恐れる声が少なくない。もともと保守的な変化を嫌う性格が多いからの。しかし人間族が生存権を広げる中で、コナタラはあまりにもこだわりすぎる。その上で繁殖力も高く、文化の発展速度もコナタラと比べて高いと感じておる。このままではまずいと、そう感じたのを思い出すの。まずは人間族のことを知らねば正しい評価が下せぬからの。いろいろと不安であったが、結果的には勇気を出して正解であった。ルシラとも知り合えたしな。コナタが人里での経験を故郷の皆に伝え、少しずつ知識を広める。そうして隣人への無理解を薄めるしかないであろう。さすれば時代の変化に取り残されることもなくなるはず。いざという時、人間族と手を取り合って苦難に立ち向かう選択肢も出るはずなのだ。香りが漂ってくるの。さてさて、どんな味がするのかの。少し冷ましてからじっくり調味して、うわっ、なんだ、マルクではないか。
分かっておるわ。それにその言いぶり、主はエルフ族を誤解しておるのではないか。こなたらは完全な菜食主義というわけでも、掟や慣習から肉食を禁じるわけでもない。あんた、エルフさんへの偏見なんて失礼じゃないかい。彼女はいつもお肉料理を美味しそうに食べるの。こっちが幸せになっちゃうくらい。マルクよりもこの者らの方が付き合いが長いからな。そうだな、肉炒めがうまかったかな。なんだ、見惚れていたとくらい言えばよいものは。な、聞かんでよい、聞かんで。こうして食を楽しむために里を出てきたというのは一つの事実だな。違うわ。いや、完全には違っておらぬのだが、ちょっと語弊が。まどろっこしい。人間族の生活には日々を快適に楽しく生きるための思考が凝らされておる。便利な利器を発明したり、新しい娯楽を生み出したりかな。特に食文化だ。そこには日々をより楽しく生きる工夫が凝縮されておる。人間族は炎や水、油を巧みに使い、自然にはない料理を次々生み出してしまうからな。極めつけは調味料だ。これらを加えるだけで甘さや辛さなど味わいを自在に変えられるそうな。仕上げの味付けに用いるのみならず、下味をつけたり、そればかりか臭みを消したり、使い方と組み合わせの妙で料理に変化をつけ彩りを添える。日々繰り返される食事を飽きないものにする。人間族の創意には驚くばかりだ。
料については店主から教えてもらったのだ。どうすればこんなうまいものができるのかと尋ねてな。おう、ちょうど良い暑さになったし、そろそろいただくとするかな。味も十分、もう本当に絶品だ。口の中がとろけると言うべきか、頬が落ちそうと言うべきか。肉本来の旨味を存分に感じられる。こなたはまさにこういう肉料理を食べたかったのだ。食を一番の楽しみに人里へやってきたと言い切っても良いくらいだからの。ああ、やはりうまそうだな。見ただけでその味を思い出す。よければ少し分けてもらえぬか。そう、うだうだ言わずに気前のいいとこ見せてやりなよ。この子が幸せな顔をしていると私たちまで同じ気分になるものね。マルクと共に食事をするのは楽しいの。ための工夫を日々目の当たりにしておる。そうすると人間族という種族のあり方を強く実感するの。もっと深く言えば、限りある食の機会を大切にしているように思えるのだ。人間族はコナタらエルフ族よりも寿命が短く、老いるのも早
明日も同じものが同じように食える保証はない。実のところ食とは有限なのだ。今日できる食事を精一杯楽しもうとしておる。そう感じるのはこなただけかの。マルク、どうしたのだ？そうかそうか、こなたに理解を示してくれたこと、嬉しく思うぞ。こだわりたいと言い合った手前、おすすめはできんのだ。第一、体の作りが違うであろう。腹を下しても知らぬぞ。それで済めばまだ良い方だ。だが、ヌシがエルフ族の暮らしに興味を持ってくれたのは嬉しいぞ。情報収集か、それは心躍るな。人気を集めている食事処の情報を探るのだろう。情報収集といえばこれに尽きる。うむ、そうに違いない。ならばこうしてはおれん。行くぞ。心当たりのあるものに聞いて回るからついてまいれ。